M1951 ヘルメット。マルセイユのノートルダム・ドラガルド大聖堂に奉納されたもので、何らかの衝撃により、後部がわずかに変形している。M1951 ヘルメットを着用した兵士。M1951 ヘルメットは、フランスで開発された戦闘用ヘルメットである。アルジェリア戦争期に採用され、 当時使用されていた M1926 ヘルメットや M1945 ヘルメット、M1 ヘルメットなどを更新した。第二次世界大戦後、フランスでは新しい国産戦闘用ヘルメットの開発に着手した。設計にあたっては当時最新鋭だった M1 ヘルメットが参考とされた。基本的な形状を踏襲しつつ、裾の部分は M1 ヘルメットよりも広くなっていた。 M1 ヘルメットと同様 M1951 ヘルメットも外棒と内棒から構成される。外棒は厚さ 1.2mm の肘性合金ガ眼構成で成形されており M1 ヘルメットよりも体貫通性に優れるとされていた。顎紐を通すための缶はステンレス製で外棒に溶接されていた。顎紐は触布製で長さの調整が可能だった。 外棒は製造時期によって1型から3型までに分類され、顎紐を通す缶の形状で区別できる。1951年から製造された1型は M1 ヘルメットの初期モデルと同様 U 字型の金具が溶接されていた。しかし、この部分の破損が相次いだため、1952年には缶が可動式となった2型に生産が移行した。 1959年から製造された3型では溶接式に戻されたが金具は足部分を横に伸ばしたオ文ムジ型だった。一方、内棒にも製造時期によって構造に差異がある。1型から2型の外棒が製造された時期には様々な改良や変更が加えられたが、1961年頃からはそのまま設計が維持された。材質は当初オリーブ色のアセチルセルロースだったが、 あとには青色やカーキ色の繊維素材やプラスチックで成形されたものも使用された。ヘルメットを頭上に固定するためのサスペンダー部はカーキ色のコットン素材で内包内にネジやリベットで固定されていた。当初は顎紐があり、チンストラップは高褐色の銀付き革製で牛や馬、ヤギなど様々な家畜のものが使われた。ただし最終的には廃止されている。 1956年には落下三平向けの派生型として M1956 ヘルメットが開発された。これは二型外棒を原型としつつ、降下時の安定性を高めたものである。左右の管はやや前方に移り、後端部にもう一つ固定式の管が加えられた。顎紐には首動脈から後端部の管を通って反対側に至る紐が加えられた。 1951年から1976年まで製造され、1978年には新型の AM1978 ヘルメットが採用されたが、少なくとも1980年代までは使用され、続けた。ABC、キャスクロードマデル1951マディフティ AP、マデル1956、ムーゼイデール・インホンテリー、2016年2月3日、閲覧。 ありがとうございます。